こんばんは、カッパパです。今日はですね、まあもう夜7時過ぎなんですが、ちょっとまあ、この間野宿行ってですね、まあ、何持ってこうかなと思って探した時ですね、クッカーなんですけど、手元にですね、あるものを持ってったんですが、まあそんな大して使わなかったんですよ。で、まあ、やっぱり整理整頓しなくちゃいけないなと。まあ道具部屋にですね、ただぶっこんで置いてあるだけなんで、ちょっとね、まあ、この機会にですね、まずクッカーをですね、まあ、整理しようと思って、とりあえず、まあ、この道具部屋にですね、並べてみました。こうやって、まあ、クッカーとね、あとフライパンとかですね、あとはこれ100均の、まあ、芋のシリーズですけど、まあ、こういうものを全部出してみるとですね、まあ、結構な数になってましてですね、まあ、大きく分けるとですね、まあ、キャンプ野宿系とですね、あと登山トレッキング系、まあ、2つにこう分かれるんですけど、まあいい機会なんでですね、まあ、これ備忘録としてですね、残しておくためにちょっとビデオを撮っております。まずですね、まあこんなにあるんで、まあちょっとなかなかあれですけど、一個一個を やりますとですね、まずこれですね、こちらがですね、 MSR のですね、ストアウェイポットのですね、1.1 リッターですね、 1.1 リッターのやつで、まあここをですね、まあ、パタッと、まあ、こんな感じで開けます。まあ基本的にこれですね。このですね、ストッパーがですね、まあ、このような感じで、まあ、鍋の柄になってですね、これはちなみにステンレスです。まあこれ焚き火にぶっ込んでるんで、まあ、かなりこう落ちない巣が出てきちゃってるんですけど、まあ、このような形でですね、このスターウェイポットはちょっと重いんで登山トレッキングには持ってけないんですが、野宿とかですね、まあ、キャンプ、まあ、特に焚き火を使うキャンプですね、もう手元からですね、まあ、火までこう距離を稼げるんで、まあ、このストアウェイポットの 1.1 これをよく使ってます。スノーピークのですね、トレピックの1400アルミのやつですね。これもいろいろなんか自作のストーブシリーズが入ってるんですが、これがトレック1400、まあ、非常にですね、この下のトレック900って昔持ってたんですが、ちょっと欲しい方にあげちゃったんですけど、まあ、900いらなくて1400を使ってる理由はですね、まあ、これもまあ、かなり焚き火でガンガン使ってるんで、すごい汚くなっちゃってますけど、これの一番いいところはですね、ちょうど2人分のですね、まあ、おじやとか、あとはラーメンもできちゃいますけど、まあ、そのような2人分の調理をするとき、あともう一つはですね、まあ、これがフライパンとしてですね、案外テフロン加工してあるやつなんかよりも優秀だったりします。これ一番の理由はですね、これ肉厚だってことですね。スノーピークはですね、僕正直言うとスノーピークのクッカーってこれ以外持ってないんですが、スノーピークの一番いいところはですね、やっぱり全ての製品が肉厚であるってことですね。まあ、この辺はですね、さすが食器屋さんだなと。まあ、テントとかね、それ以外のものについてはですね、まあ、どうかなと思う時も多いんですが、食器に関してはやっぱり世界一だなと、まあ、いうふうに感じます。プリムスのこれはね、なんだっけ、ライテックだ、ライテックケトル&パンと、こういうクッカーです。まあ、ケトル&パンという名前の通りですね、まあ、上はパンですね、ほんとちっちゃいんですけど、フライパンになってます。ちょうどですね、マルシンハンバーグ1個ぐらいの大きさしかありません。まあないよりはマシなんですが、まあ、これぐらいの大きさで何するのかなと、まあ、いうふうに思っちゃうんですけど、実際これはですね、ちょうど 900cc ぐらい入ります。スノピの、トレック900とほぼ同じサイズですね。ハードアノダイズド加工
まあ、要はノンスティック加工してあるんで、焦げ付かないようになってますけど、これはですね僕何にも使うかというとですね、もう主にトレッキングですね。ここにあのプリム、同じプリムスのですね、まあガス缶ですね、それと P153 のストーブを入れてですね、持っておくようにしてます。あの登山やる方はほとんどチタンやってる方多いんですけど、まあ変な話チタンもアルミもですねこれぐらいのサイズは大して変わりがないので、まあこれでですね山行くときは、こちらのセットを持っていくようにしてます。 S ビットのクッカーですね、こちらはもうその色の通りですね、ミリタリーっぽいんですけど、こちら上がですねカップになってます。まあ、約 500cc ぐらい、500じゃそんな入んねえか、350ぐらいかな、入ります。それとこの中にはですね、まあ、アルコールストーブセットを入れてます。まあ、こんな感じで、まあ、S ビットのアルコールストーブと、まあ、その下がですね、ごとくになりますね。まあ、このようなものを入れてます。今ですね正直言うとこれあんまり使ってないんですね。あの欲しい方いらっしゃればですね、まあ上げちゃってもいいぐらいなんですけど、まあちょっとサイズがですね、まあ 985ml 下入るということなんですが、非常にあの使い勝手のいいサイズではあるんですが、これね悪いところはですねちょっと重いんですね。まあ車で行くキャンプはどうだっていいんですけど、まあ、ちょっとですね肉厚すぎて重いところがあります。それとですねあのこびりつきやすいんですね。一回ですねビーフシチューこれで作ったことあるんですけど、なんか下ガビガビになっちゃってあれっていう感じでですね、まあ、それ以降あんまり使わなくなっちゃいました。ただですねクッカー自体は非常に設計も優れた優秀なものですんで、まあまあ、僕ちょっとハズレを引いちゃったかもしれないですけど、まあ、物自体は非常にいいやつです。こちらはですねモンベルですね、モンベルのクッカーで、アルパインクッカー、深型11番ってやつですね、ディープ11ってやつですね。まあ、こんな感じです。まあ蓋とですね、このボディ、まあ、ボディというか下ですね、ケトルの方、非常にあの使いやすいサイズです。僕はですねこのモンベルのクッカーに関してはカヤック乗るときにですね、まあ、常にあの携帯してる、まあ、クッカーとかストーブがあるんですが、まあ、そのカヤック専門に使ってます。あんまりアウトドアっつっても山登りとかですね、キャンプとかには持ってったことはありません。もうほぼカヤック遊び専門のクッカーということで、まあ、これでよくお湯沸かしたりですね、まあ、いろんなことをやってるんですが、まあ、全然不足な点は全然ございません。これ1個で十分賄えますんで、まあ、今後もですね、まあ、カヤック遊びの際はこれを携行していきたいと思います。これはですね、まあ、説明する必要もなく、まあ、メスティンですね。いつも僕はメスティンの中にですね、たわしとかですね洗剤を入れるようにしてます。あんまりこれでご飯は1年に1回か2回しか炊かないんですが、まあ、ちょうど小物入れには一番いいサイズですね。まあ、正直言うとあんまり今使ってません。続いてですね、まあ、これ前作った動画にも登場してですね、まあ、結構問い合わせがあったんですが、僕の大好きなですね、エヴァニューのチタニウムの製品です。ですねチタン深型 S、ポット500って書いてありますけど、チタンのポットですね、まあ、500って書いてありますけど約600入ります。こんな感じです。まあチタンですので非常に軽いです。でこの中にですねアルコールストーブのですね、まあ、セットを入れてます。あとこれは別に付属品でもないんでもない、何でもないんですが、同じくエヴァニューの商品で、約 300ml のカップです。これもチタンです。で山
つってもですね、まあこれとこれ合わせてもこういう風に持ってってるんですが、2000メーターからですね3000メーターの山を登ることがあるんですね。まあそういう時にですね1グラムでも軽くしたいと、まあいう時にですね、こちらのセットを持ってってます。こちらで、まあ、お湯を沸かして、こちら、まあ、コーヒーカップでもね、お茶碗代わりでも何でも使える、まあ、とにかく軽いです。まあ多分20グラムぐらいしかないんじゃないかなと思いますけど、まあ、こんな感じでですね、エヴァリューのこれは完全に、山登りセットですね、まあ、こんなものを用意してます。続いてですね、ちょっと手前にあるんでこちらですね、こちらが、おなじみユニフレームのですね、山クッカーですね。山クッカーの角型、まあ、説明する必要がないぐらいですね、まあ、有名なやつなんですが、まあ、外の大鍋とですね、まあ、中鍋っていうんですか、まあ、これが入ります。で一番いいのはですね、まあ、ここにあのフライパンがついてると。このフライパンがですね非常に優秀です。あの傷つかないようにですね、まあ、こういうふうにあのケアしてあるんですが、この加工はですねもう本当にですね秀逸でして、長く使ってる割にはですねもう全然焦げついたことが一回もないと、もう非常にあの信頼、まあ、一番信頼してるクッカーです。まあ、信頼してる割にはですねそんなに持ってってないんですけど、まあ、どれか一つ今まで紹介したやつの中で、まあ、どれか一つ持ってくってことになれば間違いなく、まあ、このセットを持ってきますね。まあ、山でも川でも海でもですね、まあ、それぐらいですねこれはあの完成されたやつです。多分、まあ、僕が今まで、まあ、50年近く来てますけど今まで買ったクッカーの中でこれが最高峰、エヴァニューの山型のクッカーです。はい、こちらがですね、結構反響が大きかったですね、自衛隊の戦闘飯盒2型になります。非常に普通の飯盒、まあ、たまたまですねこれ古い人もそんな汚くはないですけど、これが普通の平式飯盒ですねが、まあ、このような感じでですね高さがだいぶ低いです。まあ、上から見たら、まあ、底面積は一緒なんですけどね、これがこんなに違います。こちらがですね4号炊けるところ、こちら2号と、まあ、いうようなところなんですが、中はですね、まあ、中子があったりするのは変わらないんですけど、この中子がですねまあこんな感じで、まあ、連結可能になってます。中にはですね、アルコールストーブのセットを入れてます。まあ、こんな感じでですねこれ非常にあの実は値段がめちゃくちゃ高いんですけど、まあ、すぐ売り切れちゃうようなやつなんで、まあ必ずなくなってからああ買っときゃよかったっていうのは大嫌いなことなんで、まあ、とりあえず銭もないのに、買っております。ちょっとねこのハンドルがね、まあ、独特の動きをするハンドルなんですが、これはまあ、いろんな使い道あるんですけど、ちょっと収納するときにねこの出っ張りとかがですね、まあ、非常に気になって、収納しづらいところがあるんで、まあ、それさえなきゃですね、先ほど の, あのユニフレームのですね、こちらの角型クッカーと、遜色ないぐらいですねオールマイティに使える、まあ、クッカーというか飯盒ですね。一番汚いクッカーなんですが、まあ、ビリーポットですね。まあ、あえて説明することないんですけど、まあ、いわゆる焚き火缶でございます。これはですねダグのですね焚き火缶でですね、ML セット、まあ、でかいのと中ぐらいののセットですね。まあ、こんな感じになってます。これはですね、まあ、見た通りですね非常に色的にいい感じになっておりましてですね、コスパは最高ですね。
コスパは多分ねスノーピークの100倍ぐらいいいですね。まあアルミもペラペラで非常に心を持たないというようなところなんですが、まあ、だからまあすぐボコボコになっちゃうんですけど、この安さを利用したですね、まあ、荒っぽい使い方に一番こう適しているというようなことで、まあ、結構これでですね水汲んだりですね、まあ、テント周りの側溝を掘ったりなんてこともしましたし、まあ、ちょっと、まあ、このビデオで語れないようなこともやったんで、まあ、ある意味ですねこれが一番使い倒しているものかもしれません。気兼ねなく焚き火の中にぶっ込めるというものについては、まあ、これが最高だと思います。はい、これでですね、まあ、クッカーのご紹介をさせていただきました。数的に言うとですね、まあ、半合まで含めると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個、11個もあります。じゃあ続きましてですね、パン、フライパンですね、まあ、クッカーとフライパンは、まあ、ほぼ一緒ですので、フライパンの説明をですね、まあ、この辺がフライパンになります。こちらがですね、まあ、モンベルのクッカーですね、あ、クッカーじゃない、フライパンですね。こちらのこの間行った野宿もですね、これ1枚で、フライドポテトを揚げたりとかですね、あとは餃子を作ったり焼いたりとかですね、これものすごくオールマイティーに使えます。まあ、そこそこ肉厚で、まあ、火もですねまんべんなく通るんであまり焦げたりということはしないやつですね。非常に優秀なやつです。これ何のために買ったかというとですね、キャンプ野宿の時は必ず僕はこのストアウェイポットMSR のストアウェイ持ってくんですけど、このストアウェイポットのですね、この底面がですねこの内径にぴったりスポッとあります。まあ、多少の隙間1ミリぐらいの隙間あるんですが、まるでですねセット品のようにですね、ぴったり入るということで、まあ、そんな関係からですねストアウェイポット持っていくときは必ずこのフライパン持っていくと、まあ、いうような感じでですね、使っております。まあ、こちらの、まあ、安げなフライパンまあ安げっつってもですね、まあ、フォールディングハンドルがここについておりまして、まあ、こういうふうにやるとですね、フライパンになります。こちら実はですねもうこれ新品同様でしょ、1回しか使ってないんですけど、これはエヴァニューのですね、フォールディングフライパンになります。一番いいのはですね、まあ、まだ1回しか使ってないんで、まあ、可もなく不可もなくという状況だったんですが、まあ、このハンドルがですね畳めるという部分と、あと非常に軽いということですね。まあ、これもやっぱりねガンガン使って使い倒したっていいのかなというフライパンです。次がですね、こちら先日ですね、うちの奥さんのカブママさんとですね、こちらを使ってですね河原で遊んできました。中がですねこちらです。コールマンのホットサンドクッカーになります。まあ、こんな感じでですね、まあ、これ知ってる方非常に多いと思うんですが、まあ、コールマンマーク、ランタンマークの、まあ、焦げ目がですね、まあ、ホットサンドのパンのところにパーンとこう焼き印が入るというようなことで、実際やってみて本当にそうでした。ちょっと火加減がですね、まあ、非常に難しいんですが、まあ、僕みたいなですね何にも料理できないやつがやっても、まあ、そこそこ美味しいものができます。これはですね、まあ、例えばスノーピーのトラメジーノとかですね、あと他にまあ、有名なやつがあると思うんですけど、一番これが値段が安かったんで、ちょっと購入してみました。バウルを1回やらせていただいたことあるんですけど、まあ、火の加減はですねこっちの方が案外簡単かもしれません。ただこのコールマンマークがですね、嫌が多いでもついちゃいますんで、まあ、コールマンが嫌いな方はですね、まあ、別のものを買っていただければと思います。こちらがですね、これも前動画で紹介したかもしれないですけど、まあ、100均の400円商品ですね、芋のシリーズです。
スキレットですね、この大きさがですね、まあ、非常にあの宇都宮餃子が、まあ、横にですね5つぐらいこう乗るということで探し求めてたやつなんですが、まあ、たまたまね、たまたま宇都宮のインターパークのダイソーに置いてあったのをですね、いくつかまとめ買いしましてですね、まあ、残りはの友人の方に、まあ、同じ値段で売ったんですけど、非常にこれがいいサイズです。他にあの100円好き、まあ、100好きって今言わないですよね。例えばこういうものとかですね、これはもうだいぶ年季入ってるんですが、まあ、こういったものもずっと使ってたんですけど、まあ、大きさ的にですねちょうど探し求めてたのがあったんで、まあ、こちらを今メインでですね使っております。ではですね、ちょうどこんなものが、まあ、クッカーとフライパンのラインナップになります。まあ、この中でですね、まあ、先ほど申し上げた通り、まあ、このユニフレームの、まあ、ヤマクッカーのようにですね、まあ、万能、まあ、どんなケースにでもですね対応できるものもあればですね、まあ、このエバニオのチタンの深型ポットのようにですね、もう非常に使い方は限定されますけど、まあ、それを補う、あまりあるぐらいですね、まあ、補うこの軽さを持っているというようなものもありますし、この焚き火缶のようにですね、まあ、こんなのあの本当にあの新品で買ってもですね2,000〜3,000円、まあ、2,000円ぐらいしかしないんで、まあ、どんどんあのもう荒っぽい使い方で、使い倒せるというものも、まあ、あります。まあ、こういったものは道具ですから使わなくちゃいけないんですけど、非常に、ね、まあ、大事に大事にですね使っていきたいと思います。それではですね、あのクッカーとパンのご紹介でございました。長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。